チャオ。あっちゃんです。今日は7月の3日かな、3日、3日の日曜日です。はい。今日のあっちゃんの朝ごはん何しよう日曜日の朝のゆるいね、お目覚めのまだ頭が起きてない時間です。はい。でね、昨日なんとか生レバー風のこんにゃくのタレ、これ結局あれなん、ごま油と塩みたいな、ごま油と塩だれみたいな味だったね多分。これと豚の炒めたやつ、これが余ってんねん。これとチーズ乗せて焼いてみようかな。ほんまの子守り物です。適当にね、残り物なんかで乗せてチーズ乗せて焼いたらなんとかなるんです普通ってことでやってみます。ごまだれをさっとパンにバーッとこう塗って、お野菜とかお肉、これで結構ね、もうパンチのある味になると思うよな。はい。でこの上チーズのして、でもう一回ごまだれいきます。はい、はい、ここにチーズ、とろけるチーズをバラバラーっと、乗せて、もう一回ごまだれ。はい。で、焼いてみます。はい。あっちゃんの朝ごはん。残り物適当トースト。で、食べたいと思います。今日はね、日曜日で、ちょっとね、ゆっくり起きたの。8時半ぐらいに起きて、で、ちょっと目覚まして、で、パン食べてる。で、ここで光るもん、パン食べるっていうか、光るのもパン焼いたの。光るは、たらこのピザと、たらこトースト、いつもの定番。だけど、鼻血出た、あっちで鼻血。詰めたりしてんのよ。よう鼻血出すの、光は。鼻血もね、鼻血ゆーって詰まって時間が経ってまで治らへんからね。で、りょうは、寝てる。寝て、一回起きてんけどね。りょうは、一回起きて、まだお腹減ってないから、後で食べるって、もう一回寝転びに行ってる。ゆるい日曜日です。あ、美味しい美味しい。ね、ごまだれと塩合う、これ。なんかこれ使えるよ。今日さっとキャベツとか野菜切って、でごまだれかけて塩パラパラってして、チーズ置いて焼いても美味しいかもわかんない。今の季節ね、夏場は汗かくから塩分ちょっととってもええと思うよ。だから、朝からもちょっと塩分補給してから食べてもいいかもわかんない。野菜炒めのタレが手にこぼれた。よかった。下に落ちへんかって。手で。今はね、ちょっと熱中症っぽかって、頭痛がすごかったから、今日はポカリスエットか、OS-1 買いに行ってこようかな。はい、なってはないけど、
熱中症になるギリギリの感じやった。うん、たまいたかった秋の。パソコンもだからそういうまだチェックしてる、ね。なんかね、うん、今日もね暑くって目覚めた。朝も31度あるんだけど、今日はねなんかすがすがしい感じ、うん、朝の暑さ思い出すな。この小学校とかの時ほら夏休みさ、小学校の頃って夏休みって絶対お寝坊するやん。まあラジオ体操あっちゃん結構サボってたから、うん、でお寝坊してで暑さで目覚めんのね。意外と朝早かったり、うん、下手したらあんま6時とかラジオ体操行けるんちゃうみたいな時間に目覚めたりするんだよね。朝暑ってかその頃思い出した。今日朝はそんな暑さやった、うん、今日変な夢見たわ。みきちゃんとなんか山登ってんね、うん、登山とか違うてなんか山奥の神社行くみたいな階段石段昔のだから石積みの石段みたいなところ登ったり降りたり登ったり降りたりしながら山へ入っていってるみたいな、うん、で急に雪降ってきてそこらのなんか長老みたいな人が出て、ここらは急に雪が降ってきたら何十センチで積もるから気ぃつけなあかんよって言われたら雪降ってきて、守ってあげるからねみたいなして優しくキュッて抱きしめてるみたいな、なんだこれと思って何を言いたかったんだと思って、うん、でなんかみきちゃんが、うん、一緒に、うん、ずっと一緒にいてねって言って、うん、でいつも一緒にいるからねみたいな話でね、うん、ごめんね あっちゃんの夢興味ないよね夢の話は、うん、こんな感じね、うん、でずっと一緒にいるからねって言ったら、うーんってピタってくっついて手つなぎながらね山ずーっと登っていくね。あんな山登ったこともないし、みきちゃんとそんなこと行ったこともないけどね、うん、なんか、うん、懐かしいような、うん、変な道じゃん、うん、でみきちゃんが、うん、ずっともう離れないよー言うから、うん、ずっと離れたらあかんよって危ないからねって言って持ってあげるからねって言ってギューって抱きしめながら抱きしめるかギュッてこうくっつきながら山の方に入っていくの、うん、そんなとこで雪がバラバラっと降ってきて雪が体に当たったらすっごい熱く感じて熱なってったねって言ったら目覚めてめちゃくちゃ熱かったと変な夢を見ましたそんな感じのね、うん、お目覚めでした。
テレビみたいの、テレビみたいから、うん、音声を上げてほしいっていうか、今日のあーちゃんの朝ごはん、ちょっと食べ終わったし、この辺で終わりにしたいと思います。はい、この動画を見てくれてる人は月曜日の朝じゃね、だから、うん、また気をつけて今週もお仕事楽しんでください。はい、あっちゃんは今日はね、今日のあっちゃんは日曜日やけど、この動画を再生してくれてる頃のあっちゃんは、目の病院、2回目の目の病院検診して、もう傷とかなかったら OK やからっていうことで、最後っていうか、もう2回目の検診、予約朝11時半からやからね、それまでまたちょっとごそごそお母ちゃん業したりなんかして、で11時半やからね、11時ぐらいかに家出て病院行きたいと思います。で結局11時半やから昼過ぎると思うからね、またどっかで車中飯するかなんかで楽しんできます。みんなも楽しんできてください。今週また1週間楽しみましょう。でまた週末ぐらいにライブしましょうね。はーい、ではみんな楽しんできてね。はーい、ね、学生さんもね、お仕事行く方もみんな気をつけて行ってきてください。で今日休みの人はめちゃもう目いっぱい楽しんでください。お家でゆっくりしてください。では今週もよろしくね。